こんにちは、 M&G サウンドワークスです。今回は MXR のマイクロアンプ、いわゆるクリーンブースターですね、こちらを弾いていこうと思います。使用ギターはネオヴィンテージのオーサーバンザント STV-R1、 そしてアンプはマーシャルのバルブステイト8080です。それでは Get Power。さあ、クリーンブースター、その音色どう変わるか気になる人多いと思います。やっちゃいましょう。ほほう、なんかこう中音域がちょっとカットされたような印象がありますね。きらびやかになったような感じとでも言いますかね。どうですか、オンとオフにした時のさ、わかりますかね。なんかわかるような気がするっていう感じしませんか。結構音が太くなるとかいう話を聞くんですけれども、私はそれよりもこう彩りが添えられてるという感じがしますね。本来ブースターということなので音量が上がるだけっていうことだと思うんですけど、マイクロアンプの場合はちょっとだけ味が足されて、それがまた絶妙にいいんですよね。そりゃみんな使うわ。うん、にすると歪みますね。そして音量もブーストされる。ギターソロに命かけてるそこの君、いけるぞこれ。オフで同じフレーズ弾いてみるとはっきり分かりますね。正直違いが分からない男だと自負していたんですが、こればっかりはやっぱり違いが分かる。うん、違いが分かる男でよかった。このマイクロアンプオンじゃないと物足りないなぁみたいな耳になってきます。これ良くないぞ、良くないなぁ。クリーンで弾くクリーンブースターの雰囲気はなんとなく分かったので、次は歪ませてみましょうか。やばい、違いがちょっと分かりませんでした。そしてバンザンといい音だよなーってのに聞い取られてましたよ。まあとりあえずどんどんこうつまみのレベル上げていきましょう。We'll be right back.
しなんとなく分かった分かった。歪ませても分かるこのキラリとした感じ、ゴージャス。つまみの位置だと若干歪みも足されてますし、こう感覚的に音が締まってくるなという印象があります。今回アンプで歪ませているので、マイクロアンプは歪みの前に配置しているということになります。そうすると全体的に音にツヤが出るのと、なんとなくですけど素人感覚的には音圧上がったような感じがします。なるほど、これをつけっぱなしで使うっていうのは非常にありですね。マックスにするともうこれ完全に歪みエフェクターですわ。もうオーバードライブ並み。結構こう動画では分かりにくいですけど、うるせえっすこれ。一通りクリーンから歪みまで、このマイクロアンプ試してみましたけど、どうでしょうか。私としてはやっぱりこうちょっとキャラクターが変わっちゃうんでどうかなっていう気はしてるんですけれども、全体的に音圧が上がったりとか、まあ、太さを感じたり、それはそれでメリットたくさんあるので、あとはもう好みの世界っていう気はしますし、まあ、もう一つ別のメーカーのクリーンブースター、それも気になるんで今後ちょっとやってみたいなっていう気にはなりました。それでは最後におまけの演奏をしようと思います。その前に一旦CMです。以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。